はい、ということで皆さんこんにちは、クシャネルと言います。よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、前回の動画ですね、前回この3月23日かなに投稿したもう1週間以上経ったのか、動画なんですけれども、55連かな、無料に33連プラス、ジュエルで22連のプラス55連を引いてみたっていうね、動画を、ドリームガチャを引いてみたっていう動画をね投稿したと思うんですけども、まあ、その動画がね3000再生ぐらいか、昨日今日の時点かで超えてまして、結構ね思ってた以上に再生されまして、皆さんありがとうございますということで、あれからね1週間ちょっとが経ちまして、ね、サムネとか見てもらったら分かると思うんですけども、気がついたらね、この、15枚目に行ってましたということでね、言いたいこと分かる、言いたいこと分かります。はい、あの確かにちょっと無駄だな、無駄でしょうっていう風なのを思います。ですけれども、いろいろ考えてね、まあ課金もちょこちょこしました課金もちょっとしましたけれども、まあやっぱりコルネが欲しいわけですよ、ね、まあ今回ね、今回のねガチャでね、こちらのガチャで、まあユベルがねやっぱり強いという風になってましてね、まあ1回だけね、11人引いたんですけれども、ユベルが強いっていうのは分かっている。ですけれども、まあコルネっていうのはね、まあとにかく便利なキャラっていうんですね。まあその同じ性能で言ったらルカっていうのがね、初期ルカっていうのが同じような性能というか同じようなシステムでね、あの S2 が 2B ビームでね、あのコンパクトな 2B ビームで一気に殲滅するよみたいな、同じようなキャラだと思うんですけども、そのルカはねやっぱり今でも使うわけですよ。なんかこう狭いフィールドの時には とりあえずルカ使えばいいやみたいな感じなんですよ。そのような感じで、まあね、こちらのねコルネも、ね、使っていこうか。ちょっとなんかルカよりか微妙ですけど、まあでも全然とにかくコルネ軽くがあってね、であの使い勝手を考えるとやっぱりね持っておかないといけないのかなと。軽く水準は落ちていったとしても、とにかくあの使い勝手の良さで、かついずれ来る再調整で確実に負けるんですよなの で今回はね、あラストのね、15個目ね引いていきたいと思います結局ですね、ちょっと話長くなるんですけども、星5は 1% なんですよ、確率はね。で、星5が出たのは14回中1回だけですね。セレナですね。こちらの、何ですか、ムーンセイバーのセレナがね、出ました。かぶりです。ということで、ラストのね、11年いきましょうか。えい、もうね、何も当たらねえと。別にいいやって。バールすら当たってないから。バールでもいいから、欲しいもん、俺も。もう何も考えずにいいってから。ここ最近のガチャ、このなんドレームガチャっていうのは何も考えず、もういいよ、もう当たらなくてもいいやっていうね、もう知らねえ、もう勝手でも引いてやろうっていう気持ちがいっぱいだったんで、もう何にも知らねえっていうね、こうとにかく僕は今のガチャが来たいんですよ今ねイベントね途中なんですよ、もうあるかな、ハードモードはナイトミアどっちだったっけ、最後のねもう一つのモードの方を、ね、今やっておりまして、あ、出ました、出ませんでしたね。もう一個のねモードを今やっておりまして、もう終わるかな、もうあと 1,2 個ぐらいストーリー見たら終わるんですけども、すごく今ね楽しいのでね、まあ、このままの流れでね、まあ、全然出ませんでしたけれどもね、ちょっとやってみましょうや。どんな感じなん、どういう感じで、これ任せよ、これで選べるよと、どちらか選べると、じゃあ星5キャラ1体でこれで、あだから持ってるキャラだから関係ないと、だから持ってるルーシェとかは選べないよっていうことですね、まあ、この中からじゃあ剣聖をじゃあコルネですね、こちらのコルネをね、あーやっと手に入る長かった、そこそこ課金した、2万円ぐらい入れたまあでもね、それでこにはね楽しませていただいておりますので、神々、よし、ではコルネいきます、キャラを選ぶ、これキャラを選択、プレゼントほい、やったーコルネア、ありがとうございます、スクショを撮らせていただきます、進撃するこれで、これでここに来て、これはどうなの、プレゼントマークはつかないってことでいいのかい、はい、ということで、これですね、お、プレゼントマークはついていないと、だからこれは別に自分で自力で当てたんですよみたいなっていう風にも見えるということでね、CC させまして、ほい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 、どんと来いどんと来い、どんと来い、もういいよ、何でも使ってあげる、もう全然いいよ、
全然使ってあげる。はい、やったーやったー、これでゲットできました。ゲットてか、勧誘しました。ということでございまして、コルネがね無理やり当てましたということで、いやーこのガチャ闇でしたね。闇が、闇しかなかったけどね、これでねちょっと楽しめるのかなと、これ以上白猫楽しめるのかなっていうことでね、まあその前回の動画が3000再生いって、結構思ってた以上に再生されたんですよ。なので僕的に結構楽しかったので、まあ、白猫はね、まあね楽しくやっていきたいなと思います。ということで皆さんはね、あのこちらのガチャはねぜひぜひねお気をつけて、これね欲しい人は、まあ、無理、これね欲しい人は150連引きましょう。ということで課金頑張ってください。以上、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。